何を言ってますの？お父様も田中も。姫のうちの後を継ぐつもりなんて私にはございませんことよ。敷かれたレールの上を走るなんてお断りですわ。姫のうち財閥総帥にして私のお父様、姫のうち健吾ですわ。
ムさん。いりませんわ。かけるさん、食べてくださいまし。ごめんなさいですわ。かけるさんをこんなことに巻き込んでしまいましたわ。私たちがお父様に逆らうなんてできませんわ。お父様はあの通りの人ですわ。強引で自信にあふれていて、言い出したら聞かなくて、でも一度も間違ったことを言ったことはありませんわ。だから昨日あんなにあっさり引き下がったお父様の気持ちがわかりませんの。私を連れ戻したいだけなら、あの場で部下に命じてかけるさんを組み伏せればよかったんですわ。家を出るまで私はまるでお父様の人形でしたわ。お父様の言うことが全部正しいとは思わない。でもその言葉に従っていれば全てがうまくいきましたわ。だからこそこのままだと私の夢は叶えられない、そう思って家を飛び出しましたのに。今までどんなことでもこうと決めたら必ず実行してきた人ですわ。それこそどんな手を使ってでも。特に今回は実の娘である私を本気で取り戻そうとしていますのよ。その障害になるかけるさんの気持ちや私の思いをくじくためなら、お父様はきっとどんなことでもしてしまいますわ。もちろん、かけるさんよりお父様と暮らす道なんて選びたくありませんわ。でも、きっとそうしてしまう、その道を選んでしまいそうな自分が怖いんですの。
かけるさん。私が、私の意志で。私だってあなたといる道を選びたいですわ。けれどきっとお父様は手段を選ばずに私がうなずかざるを得ない状況を作りますわ。私の意思なんかに関係なく、それでも私の意思で姫の王子家の跡取りとしての道を選んでしまうような状況を、お父様はそれができる。そして周りにそれを認めさせる力を持った人ですもの。そのお父様に従う道を選んでしまいそうな私自身が。だから私に勇気をくださいませ。どんな時でも諦めずにカケルさんと一緒の道を歩めるような勇気を。もっともっとあなたと深くつながりたいんですの。そのつながりを感じていたい。そうすれば私は。私、お母さんになるんですので。そうなったら学園を辞めて一緒に働きますわ。当たり前ですわ。私とカケルさんの赤ちゃんならきっと可愛い子が生まれますわよ。そうだ、その前に男の子か女の子かですわね。私はやっぱり最初は女の子がいいですわ。私に似た可愛い女の子を私のような立派なレディに育てるんですの。だらけすぎじゃございませんこと。そういうことを言わないでくださいまし。確かに昨夜はカケルさんに甘えすぎてしまいましたわ。今日からは改めて自分の力で問題を片付けていけるように努力しますわ。
それじゃあダメですわ。いつまでもかけるさんにべったりでは自分で考えて歩くことを忘れてしまいそうですから。でももしそれでもどうしようもなくなったら、そしたらその時だけ寄りかからせてもらいますわ。そうでしたわね。皆さん、会いたかったですわ。昨日の分も、今日はたっぷり遊びますことよ。どうしたんですの？わからない？先生、みんなそわそわしてまるで何かに怯えているみたいですわ。何ですの？通達？様ですわ。こんなことができるのお父様しかいませんもの。先生、工事って新しい道路って？そんな。お父様なら可能ですわ。授業ってこのことだったんですわ。保育園がなくなれば私が家を出ている理由もなくなるって。それだけのために。そんなことできっこ。そうは思いませんわ。でもどうせ来年には。かける
ケルさん、あなたもしかして。わかりましたわ。どうなるかわかりませんけど、お父様に直接掛け合ってみますわ。先生、工事のことは後ほどゆっくりと聞かせてもらいますわ。何ですの？バカみたいに口を開けてため息なんかついたりして。やめてくださいまし。そんなこと、私自身の価値とは何の関係もありませんわ。だ、化け物屋敷っていくらなんでもあんまりですわね。私だってこの家に住んでいたんですのよ。そんな風に思われていましたの？で、私たちはいつまでこんなところでこそこそしなくてはいけませんの？間違えていませんこと？私たちはお屋敷に忍び込むのではなく、お父様に直談判しに来たんですもの。それをどうしてこんなコソ泥のような真似をしなくちゃいけませんの？こんな時に何と言ってますの？さあ、行きますわよ。こういう時はむしろ正面から堂々と。田中？どうして私たちがここにいることがわかりましたの？ですわ、田中。お話ししたいことがありますの。お父様に会わせてもらいますこと。私たちが来ることが分かっていたんですの？話を聞くくらいの時間なら作れるはずですわ。私よりお父様の命令に従うって言うんですの？田中じゃ話になりませんわ。誰か他の人を出してくださいまし。聞いてますの？いいから早く私たちをお父様に。でも、カケルさんがそう言うなら、
明日？何が明日なんですか？やっぱり天野くんでしたね。あかりさん、どうしたんですか？急にいなくなったりして。って、かけるさん？今日は、クモの実さんとデートしてたんです。違いますよ、信じないでください。あかりさん。冗談です。本当は、クモの実さんに商店街の穴場を教えてあげていたんです。駅前の大きなスーパーでは買えないような安くて美味しいお肉屋さんや青果店を。もう、あかりさんも変な誤解も招くようなこと言わないでください。ごめんなさい、天野くんがあまりにも深刻そうな顔をしてると思ったから。気のせいでしたか？なんだかいつもの天野くんと違うように感じましたけど。え？何かあったんですね。そんなことがあったんですか？